On FM ジジさあ時時時時刻ははを回りました7月日日日週週末末金金曜曜ジジラジアジクタラーオ生放送のの間間です週末金曜日この時間お相手は DJ モーリーとどうもサイパン帰りのイラミナセイキです。な滑るやし <え>完全に滑るばよサイパンの代わりですか <laughs> じゃない嘘ですよ嘘 <laughs> お前なんかがや人の洋服見てからサイパンサイパン抜かすからそうなるんだろうがよ俺も言いたくなるんだろうがこんなこ僕はもうそんなにあの普段と何ら変わりはないなと思ってますよあそううんうん、うん、あららあなたは優しい一面も持ち合わせているんですね,ねいや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 それよりあなたのさっきの顔面白かったですねさっきの顔ええーうん あのー、スタジオのね、うん、ロビーのカウンターにいちご大福が置いてあってありましたね見てみって僕があなたに言ったじゃないですかはいはいはいあ多分ねあなたそんなに気にしてない素振り見せたんでしょうね 1>, うん、うん、1秒ぐらいかな、うん、ちょっと見てたんですけど、うん、確実に口元はニヤニヤしてましたからねあそうですか <laughs> なんかもう気持ち悪い感じの <laughs> えそれはこう、えー、表情はクールだけど、えー、心は食べたいなっていうのが出ていたわけですか食べたいななのか別の何かエロいことでも考えてたのかよく分かりませんけれども <laughs> 完全に顔に出てましたからねいちご大福でエロいこと考えるわけ<笑><笑><笑>それあなたの心ですから僕分かりませんけれどもさすすがでねそうなんですよ<ー>じゃないよ嫌だから。<laughs> いや今日のジャケットさん、これはもう、どういうつもりなの、一体、めっちゃよくないえ俺、一目惚れして買ったんですよ、一目惚れ、通販で通販、通販の、そうそう、買いましたか、買ったかった、やっちゃいましたか、やったやった、えめっちゃいいと思うんですけど、僕、あそうですか、今年はまあ、ちょっとね、8月から出そうかなと思ってたんですけども、ははいい今日空がね、サイパンを思い出す青だったんで、あなるほど、早速、つけてきましたよ。ああののスタッフ反応いいいいかかかがでですすみんなっってて言くれましたよそうや 言うわけがないですね。言うわけがないです言うてタッチね。あそうですか。いいですね。つって。ジャケットですね。つってね。ちょっとリアクションが面白かったなスタッフの。散々言われてましたね。ああ。あの FM 小座の女子二人をあのスタッフよ口悪いんですよ非常に。 あの心の声がさ、ストーンって出てきよったね。うん、なんかフィルター通さないのかね通さないよね。フィルターないですよね。な,ないんかい。うん。あ、そう。ないと思う。 本当、ね、放送業界に携わってるものとしてそれでいいのかと俺はもう思うけどもまあまあいいんですけどねまあまあでもこの新しいものをね新調したりとかすると、うんはい、ちょっとこう気持ち新たって感じじゃないですかそうですね、うん、脇汗は茶あかきですけどねあ,あそうですか、ね、いやでもそういうのは見せられないような色鮮やかな配色ですよこれ、うん、そうですよね、うん、やっぱねなんでこんな暑いのにジャケット着てる場合って話でもあるんですけどそもそもね <laughs> そもそもですよ あのー、今日ですね、僕、嫁に送ってもらったんですけど、久しぶりのあなたの姿を見て、関、うん、世紀不良だったのって言われたら <laughs> <laughs>、この年で不良って言われる辛さはないですよ、本当に。<laughs> いや、僕はもう、チンピラだよって言っといたけど、フォローしてるんで、一応はあの。話変わってですね。ポケモン、GO、がついに 日本配信ということでらしいね僕もう流れに流されちゃってやっちゃったんですよやったポケモン GO で検索してやったんですよどんなどんなそしたらあれってやっぱりスマホ持ちながら歩くんですねなんかその1 0キロ以内のスピードで移動しながらやらないと探せないみたいなそういう話だったね一応ね僕あの今日後部座席に乗ってて一応かざしてみたんですよ車のスピードって速いさまあ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 一応画面動くわけあ動くので ポケモン見つ,けてあ見つけきれんだあれなんかニュースでいろいろ話題になってる情報とはちょっとまた違う感じする、ね、だからね、えー、でボール投げたら、うん、見事に命中して「はい、なんポケモンゲット」みたいなちなみに何をゲットしたの覚えてない覚えてないか <laughs> 本当に こうやって何回も出してるのも初めてだし、やったことしても初めてだっけ。俺も知らないの。ポケモンのキャラクターで知ってるの、ピカチュウだけだから、俺。ですよね。うん、僕もこの2つですね、あも、もう1個知ってるよ、俺。何あのね、なんとかニャンっていうのがいる。ナントカニャンこれジバニャンじゃないのかなこれジバニャンは違うんじゃないあの、ほらて、あれ、なんか、猫いるやし。 あれポケモンかねからんけど。ポケモンじゃないですよあれ。<laughs> <そう S 1> ポケモンじゃないよあれ。<laughs> ジバニアンポケモンじゃないでしょ。<laughs> <laughs> マジな。えー、あれ あれあれ妖怪ウォッチか妖怪ウォッチよ <laughs> この辺そうなんですよもうわ <laughs> からんくなるんです本当にいやいやコシいや昭和の人がよあのポケモン<ー>ポケモン騒ぎ出したらよこんななるわけやっぱりああんま知らないことは大声で言わないほうがいいなまあでもこれでねまたあの、まあ、政府からもあ<ー>まあ規制というかね<ー>え注意してくださいねというあまあねちょっとね世界中で問題起きてるみたいですからねですよねまあ秩序を持って楽しく 遊んでいただきたいですねはい。はい、さあということで週末金曜日もあっという間の週末ですけれどもね、うん、今日も暑いですので、えー、一曲 HY のナンバーでホワイトビーチをかけてアジラジもスタートしていきたいと思います今日も5時56分までの生放送です アジクーターラジオ今日のオープニングは HY でホワイトビーチお送りしましたこの放送はお母さんの幸せそれは家族の幸せアイレディスクリニック株式会社ティーダカンカン不動産の提供でお送りします さあ、じらじ今日はですね「ポケモン GO」の話にちなんでラジオネームみゆうん、ーさんですみゆウさんからの,あのこんなテーマどうですかということで、うん、今 GO したいこと <laughs> はいこちらでやっていきたいと思います <laughs> ああいいですね多分初めてのテーマじゃないですかね今 GO したいこと <laughs> <laughs> こ何ですかこのふわっとした感じ <laughs> <laughs> いやでもなんとなくそれぞれ捉え方あるんじゃないですかまあそうだね、はい、皆さんの今ゴーしたいことについてメッセージをお待ちすると,うと、うん、そう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 いうことでよろしいわけですか、はい、もうあなたはもう今日の格好を見てるともうゴーしてますからね<え>確実にゴーしてますからね <laughs> あっホントですか、はい、僕もゴーしちゃってますね カハハハハじゃねえんだよ、お前。お前、人になじけて笑い出すってどういうことなんだお前。いや、僕さ、あんまりよ、人のこと二度目しないんだけど、今日あなたね、おいって言ったじゃないですか、親王的なね。言ってしまいましたよ。二度目したからね、僕、一回よ、はって思って、いや、顔見て、挨拶さするさ、目見てあいするじゃないですか、ましすけども見て、はっ でまた一回パッて見て目そらそうとしたんだけど <laughs> 何今の格好と思って <laughs> 始まって何分経ってると思ってる場合や <laughs> 何回や今更なこの格好何回んでや <laughs> 二度見しちゃったね今日ね二度見 <laughs> 言いたら別に人がどんなのつけようと <laughs> お前言ってもなお前そんなこと言い出したら嫌の今日の T シャツだってあれなんだからな何ですか <laughs> なんかふわっとした赤い色仕上がってる <laughs> <laughs> 今日僕パンツも赤なんですよ知らねえよ聞いてねえんだよ <laughs> そう。<laughs> ええー、もうあなたは五ちゃってますから、うん、まあうもう一オッケーですね。一、はい、クリア。一クリアですか。は一、い、号、ご、一号といことでいいですか僕。一号ですね。ちょっとややこしいですけど。うん、じゃああなたも本番中にじゃあ。 ちょっと号してみてくださいよ何か。そうですね。発言を号してください。発言を号すね。<笑><笑>難しいな。<laughs> まああのー、まあ始めたいこととかね。うん、あの進んでいきたいこととかいろんな捉え方があるっていうことですけどね。まあどちらかと言ってもその前向きな方のことになるのかね。はい。号ってことはね。うん、まあ僕も前向きな。 ね、姿勢で今日は臨みたいいいと思いますから、うん、いやだってオークションとかねそのインターネットで買うってことも、うん、多分迷ったりとか、うん、一目惚れだったりとかってあると思いますけどフォれば一目惚れしてすぐクリックしたわけでしょ、うん、あのワンクリックで買えるボタンをの方を押しました <laughs> あどうなのそうしたらあしたらもうすぐ「はいオッケーです」って,ってカートにこうや入ってそうそう最初一回カートに入ってそれから手続きするんじゃないですかほうほうワンクリックでオッケーみたいなボタンなんですよおう それしたそっちええ手続き簡単だねそうなんですよへえまあまあ買うからねネットでねあそうですか実際写真で見て手元に届いたものを見てこの「さ」とかなかったのやらかしたやつさと思ったやらかしたやつちょっと忘れてた節もあってあそうですか注文したこと自体やっぱね夜中のショッピングはよくないなっってなあなるほど携帯イジイジするのはな夜中のラブレターとショッピングは危ないって言いますからねそうですね 気持ちがね高ぶってるって言いますからね。そうなんですよね。まあでも全然僕はもうなんていうかまあ僕スタイルですから。あなるほど。イラミナスタイル。イラミナスタイルか。はい。夏のイラミナスタイルです。あいいですね。ありがとうございます。おっしゃってますねもうね。うるさいや完全にディスってるだろうから。言い方が。お前送りにくいだろうみんなそんなだの。えということで、はい。もうポケモンブームがですねすごいことになりそうですねこれね。惜しいね。うん。 ななそのアメリカ、まあ、海外の方ではもうだいぶ前から流行っててなんかみんなやってるんでしょワイワイらしいですねだけどなんかそのちょっとね耳にすると危険なニュースもあるらしいからねだからよちょっと気をつけないとね、うん、まあ仕組みよく分かってないですけどもお楽しみいただければと思いますなさあということで、えー、時刻は4時17分になりました続いてはこちらのコーナーですメッセージの時間です さあ今日もやってきましたメッセージのコーナーですこのコーナーはアイレディースクリニックの提供でお送りしていきますえっとですね今日まあ、ツイッターのニュースで見ててあこれはもう今日のメッセージでぜひ紹介したいなというそんな記事があったんですが、えー、今日の沖縄タイムスの朝刊にも掲載されています アフリカ・ガーナ共和国の子どもたちに楽器や筆記,用筆記用具などを提供しようとえ国頭村立足田小学校6年生の谷口アミナさん12歳が夏休みを利用して資金を集めています手法はインターネット上で企画を提示し不特定多数の支援を募るクラウドファンディング,ファンディングえ支援金15万円が目標だということです、えー、亜美さんは ガーナのこの未来をを変えるプロジェクトにししたいいと決意をしていますガーナ人の父を持つ種口さんえ自身のルーツに関心を持ち昨年秋ごろからインターネットなどでえ同国について調べ始め教育を受ければ仕事が変えられることも知らず貧困の連鎖から抜け出せない人たちがいると知りましたえ自分には何ができるんだろう母ともみさんの協力でガーナの ピュリティ・インターナショナル・スクールに直接連絡をし何が必要かを聞きました子どもたちの発想力や創造性心の豊かさを育てる教育に必要なものが圧倒的に不足しているとの回答にリコーダーとクーピー各20本を送ろうと決めました31日に出国し直接手渡す予定です計画はガーナの子どもたちのためだけではありません 沖縄でも貧困の連鎖で将来に夢や希望が持てない子どもたちがいると愛美名さん夢を諦めないきっかけになるといいな子どもでも世の中を変える力になれることを見せて沖縄の子どもたちが立ち上がる勇気にもなればと力強く語りました、えー、現在は3万円が集まり目標額まであと12万円、えー、支援の締め切りは29日だということです、はい うん、ということで、えー、ガーナの子どもたちに夢をアダ、えー、小学校六年生の谷口アミナさんの話題をお送りしました。はい。このクラウドファンファンディングということで、うん、不特定多数のまあインターネット上で、えー、まあ支援機を募っていくってやり方らしいですけどね。へえ。あそういうのあるんだね。うん、まあやり方だな。でも素晴らしい試みだと思いますね。 小6ですかららねってもね考えられない、ね、夏休みの期間で何かこの人のために、ねうん、なる方法を、まあ、考えたとしても実行に移してそのクラウドファンディング、うん そういった、まあ、ネットの世界を使ってやろうっていう試みが素晴らしいですよね。でまたそこでねお母さんもこのスピードが速くて、うん、すぐこう連絡をしてこちらがあの多分こういうものが必要なんじゃないのかなっていうものを送るのではなくて実際に必要なもの何なのかっていうものを聞いてあ向こうのリクエストに答えようそうそうそう送ってそれで、まあ、スピードがねもう速くて、まあ、こういう形で支援金も。 まあ3万円が現時点では集まっているということらしいですね。うんうん、いやぜひ達成していただきたいですね。うん、やっぱりそう考えると今の世の中さインターネットだったりそういったものを使えば、うん、国外の人ともこうやって関わりが持てるっていうのはなんか夢があるよね。そうですね、うん。本当に年齢問わずこうやって小学校六年生の 子も何かできるっていいいいうう時代ととのは素晴らしいと思いますね、まあ、あの僕らの時代なんかはあの鉛筆からシャープペンシル、うん、シャープペンにこう、まあ、変わってきてて芯が折れたら借りてとかでまた必ず1人1個ぐらいをねあの筆箱が用意されてとかいろいろありましたけれどもやっぱりこのガーナだったりとかまたねアフリカ関連の子,子どもたちはなかなかこの授業を受ける環境ですらなかったりとか、うん、でましてやこの道具もね 一人一個必ず与えられているかって言ったらちょっと分かんないですからねそうだね、うん、やっぱりその教室学校の中で貸し借りがあって、うん、なんとか勉強してるっていう状況かもしれないからね、うん、そういった意味ではやっぱこうこちらから何か物資を送って何か手助けになるようなことができるっていうのは、まあ、頑張りたいよねでもねそういうニュースを聞くとね。そうだな、うん、まあこの子どものアイディアをまた大人の皆さんがね、うん、できることで、まあ、お互いこう力合わせて、うん まあ,これあっという間に多分支援金ってたまってねうねそだまたこれが成功すれば第2弾第3弾とねまたガーナそれ以外の国外の学校の子どもたちにも何か贈るものができるようなことができればね素晴らしいことになると思うんですけれども。<うん S 2> でこれでまたあるじゃないですか <うん S 2> あのガーナとこの足立小学校なり沖縄県自体がすごいこう。 連携が取れてそうだね何か友好、まあ、都市じゃないですけれども<え>そういった関係が築いてまたいつかそのガーナの子どもたちが、ね、沖縄を訪れて、うん、あここからこう来たんだなとか何か沖縄を感じてくれればまた嬉しいよね、うん、いいですね、うん、これめっちゃいいニュースだなと思って今日紹介させていたただきまし詳しくは「沖縄タイムス今日の27面社会面ですねこちらの方に紹介されております。 メッセージこのコーナーはアイレディースクリニックの提供でお送りしました。 さあーラジオ今日の番組のテーマは今 GO したいことこちらでメッセージをお待ちしています、えー、メールも来てますけれども、うん、ツイッターも来てますかそうですねツイキャスの方もはい,、はい、いただいておりますが割愛したいと思いますあ分かりましたい、はいえー、じゃあメール紹介していきますーのカオリーさん えー、モーリーさんいら皆さん皆さんこんにちは。こんにちは。ちはえー、毎日暑いね。うん、ランチ従業員が辞めて連日出勤、うん、ゲストリー。あら。なんか世間ではポケモンが流行りみたいね。うん、しかも今日テレビでポケモンやってるし。あそう私もポケモン全く分からんさということでいただきました。はいありがとうございます。もうポケモン定食とか作ったらいいんじゃないですか。<laughs> ポケモン定食。<laughs> ええー もうだったらなんならポケモン合体食でもいいですよ <laughs> <laughs> まんまもうまんままんまね、うん、昔はボブ・サップがめっちゃ一大ブームやってる時に喫茶店の名前でボブ・サップってあったね <laughs> あったっけあったわ今日びっくりしてから <laughs> まんまな <laughs> やばいだろマジで。<笑><笑> いやでもこれポケモン定食って面白そうだねだからね、うん、まあ全然ポケモンのものは入ってないんでしょうけどねあの黄色い天ぷらっていうか、うん、魚天ぷらとかね衣が大きいやつをなんか筆頭に <laughs> ピカチュウに見えるよう、ね、な赤唐辛子ちょっとちりばめてから <laughs> そうですね <laughs> <laughs> どうもお待たせしましたポケモン GO 定食です <laughs> ピカピカとか言えばいいんじゃないですか店員が <laughs> うわ,<ー>うわー ややめめるるだろうう<や>店員さんなやめるでしょうねいやもうねこれ多分今日が始まるじゃないですか日本では配信がだと思う俺もなんかそのインターネットのニュースで見て、うん、なんかまだかまだかみたいなことを言われててあもう出てんじゃんって思,、うん、思った今日朝、うん、いや多分夏休み、うん、あこれ関係あるんかな夏休みとか <laughs> 狙ってた 夏休み待ちみたいな感じだった全国的にもう昨日から夏休みですからねそうだよね多いですから昨日から入ってるところがああこの辺ちょっともしかすると狙ってたかもしれないですね子どもたちが外に出るきっかけにもなるんじゃないかっつってねまあ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 <ー>まあそういうことなんでしょうなう<ー>なるほどねまあこれがねあのきっかけで えー、外に出るだったりとか、うん、人とこう話すっていうね。そういうきっかけだったらいいですよね。そうだね。まあ友達同士でまあ、うん、でもなその携帯の画面ばっかり見てうろうろされるのはもう親御さんは気が気でないとは思います。けれども、あまあそこはちょっと範囲内でね。うん、うん、遊んでいただけたらなとは思いますけどね。はい、うん、えー、青の軍団さんはい、チーイス森を。<お>この声は噂のジョークマンさんじゃないですか？<laughs> ジョごめん真似できんやつは分かんないから <laughs> 何やジョークマン <laughs>、えー、ユースと見たけどで、ねはいえー、確実に今日のジョークマンはアディダスのバッタモンのアビダスとか <laughs> ロレックスのバッタモンのレロックス打って歩いてるよなということでいただきました打って歩いてる方なはい <laughs> じゃないよや <laughs> 違いますよこれまあちょっとあの <laughs> 派手かもしんないですけど、うん 結構俺気に入ってんだけどねあそうですか対応することになると思いますよあこれからじゃあもう行く先々であなたユニホーム的な感じでどうも「レロックス」ですとか言うわけですよいいですねつかみは OK ですねいやあのいいですね軽い場合はいやもうつかみは OK だと思う俺はマジあなたのアシスタント誰かがいたらアシスタントでメモくれないと思いますアシスタントににメモくれない本当 みんなな二度見するとそそなんやば二度見マジでそれ失礼だろって結構。ま結構そのぐらいインパクトがあるってことねインパクトあるまあちょっとラジオについてはどうかと思いますけれどもまあまあいいですよはい、い,いでしょ、えー、ポケモン555」はバッタモンみたいだから気をつけてよ、うん、<laughs> 本物はポケモン GO のサイト検索しててからダウンロードできるってよということだあそうやばいだったら俺もあれかもバッタモンかも <laughs> いやバッタモン <laughs> バッタモン初めて俺初始めたぜみたいなこと言い出してるわ <laughs> 違うの初めてるかも話噛み合わんやし絶対 <laughs> 違う号してますね俺う違うまあ,いやーあの号違う号しちゃってるわゃあ俺もさ <うん S 1> あの正直このなんかポケモン号ってっていうのが最初ははってだったんですけどあまりにもフェイスブックとかであるもんだからガンガン上がってくるよな上がってくるから見見てる見てるる俺も検索してからあのー なんていうのゲットしたかった時早くインストール早くしたかったこけでゲットという言葉をチョイスするかおいそれでもしかするとポケモンゴ5の方かもがいものもしかすると行さんはい毎度あざっす怖いなあでもポケモンカンパニーって書いてますねポケモンカンパニーまあまあ当たってでしょうねそれがよく分かんないですけどこちらもいきますワオの香りさん 皆さんがゴーしてるっていうからさデージキーになってから、はい、ユーストリームダウンロードして見たさイラ皆さん <laughs> チャライ派手派手ということで派手 <laughs> はいチャライなもうちゃおじさんにチャライって言うもんじゃないですよあそうですかありがとうございます、まあ、褒め言葉として、はい、と捉えておきましょうかねはい、はい、ありがとうございますさあということで今日の番組のテーマ「今ゴーしたいこと」こちらでメッセージをお待ちしております さあアジクータラジオを FM 小座のスタジオから生放送でお送りしております今日のお相手は DJ モーリーとイラミナセキですさあイラミナさんはい今日はですねここでゲストの方やってきておりますけれども、はいえー、この7月からですね、えー、この番組のスポンサーになっていただいております株式会社ティーダカンカン不動産の方から、えー、串川店売買、えー、営業担当ですね浜本慎さんでございますこんにちはこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします浜本さん はい緊張がですねめっちゃ伝わりますはいその通りです <laughs> 椅子の背もたれを使っていない本当そうですね <laughs> はいあの今日よろしくお願いいたします <laughs> はいお願いしますさああのティーダカンカン不動産、えー、まあ僕もお世話になっておりますけれども浜本さんはお仕事始めてどれぐらい経ちますかえとちょうど一年 と三か月ほど、やってます。あのね、僕もう何回か運んでるんですけど、うん、行くたんびにですね。うん、ようこそ、義母様、いらっしゃいませ。え、っていう、あのー、まあ、なんていうんですかね、ボードがありまして。はあ、まあ、ウェルカムボードじゃないですけど、まあ、そういった名前が書いてあって。そう え、それ浜松さんいつも希望様っていうのが置いてあるというわけではないですか。あいや違います。ますなんでね。あそうですか。たまたま彼が勝手に喜んでるだけじゃないか。<laughs> そういうわけではない。ここは多分、えー、まあ来客がある方を聞くと、まあこう名前を変えて、はい、おもてなしっていうことですよね。はい、ウェルカムボードとしてはいおもてなしを。はい ね、これね本当にうれしくてからさ、うん、すぐフェイスブックであげました僕なんか見覚えあるな <laughs> ありますよねあるあるあれを一人一人にやられてるわけですようん、うん、すごいな、うん、やっぱりそれその来ていただくお客様に対しての気遣いの一環だと思いますけれども、うん、やっぱりこの不動産業っていうのはそういったお客様が来られて相談されてっていうのはもう毎日何件も何件もあると思うんですけどうんはい ただ売買専門としてさせてもらっているので、そこまではいもう毎日いっぱいっていうわけでもないんですけれどあそうですか。ね。まあこのティーダカンカン不動産がまあ現在三店舗あるということですが、えどことどこの店舗になりますか。えとぎの湾の方とえと茶田の方とそれから串川の方にあります。 で浜本さんは牛川店の売買営業ということですけれどももう毎日暑いですけれども、はい、もうその中でも外回りもしてそうです忙、うん、はい汗かきながら、はい、あのさ僕、うん、あのそのティーダー d カ感覚不動産行った時にみんな思ったんですけど、うん、スタッフさん。うん めっちゃ笑顔でさ、元気だわけ。とにかくいいな。とにかくさ、このティーダカンカン、まあ今、はい、沖縄のね方言で、うん、もう太陽がね、ここさんさんとこうてっててっていう表現でありますけど、もうみんな元気だわけ。 あ元気のある事務所は印象いいよとっても、うん、やっぱりのお客さんが来てさ誰も挨拶もしないようだとちょっと不安になるよねましてやその不動産ということであればねやっぱりその信頼できる会社にこうお願いしたいっていう、うん、やっぱり第一印象って大事だと思いますから、うん、でも、あれですねこんだけ暑くて外回りされてると暑いなちょっと曇らんかなみたいなこと正直思ったりするんですね。 はいちょっとあそうです <laughs> 完全に誘導ですねそ <laughs> うですね、まあ、いいんですよいいんですよさあ,あの浜本さん <laughs> あの週末にオープンハウスが開催されるということで、はいえー、オープンハウスっていう名前自体もまあわかんない方もいらっしゃると思いますがどういうものですかえっとはいえっと住宅の方をですね、うん、あの開放して、はい、えっと土曜日と日曜日で、うん、あのお客様 を足を運んでもらって住宅を見てもらうようなでこれが、まあえっと、今度の土日ということで明日あさっての2日間、はい 2> えー、開催されていきますがどこであ,ありますかえっとうるま市の塩屋になりますどんな物件ですかねこれねえっともう土地が149坪ありまして建物も35坪の平屋建て、うんうん、なので はい、特徴としてはもう眺望ですね。眺望眺めってことですか。高台にあるので。眺めがいいです。はい。まあ、その眺めの話ですけど、海が見えたりとか、自然が見えたりとか、いかがですか。そうです。はい、海も見えますし。はい。うん。もう高台ですね。ええ、まあ、ももさんも住めるんだったら、住んでみたい。住みたいです。 ですよね、完全に今のも誘導でしたけどね <laughs> いや僕もさ<い>まあ稼ぎこそあの身の丈合ってませんけど <laughs> お家いいなって思ってるわけまあねお家,って家って基本だからね、うん、言っても、うん、やっぱりその毎日帰ってくる毎日出かける、まあ、家族がいるとかねいろいろあるんでしょうけれどもそういったところで一番ちょっと重要視したい 部分ではあるよね。そうなんですよ。ね、だからそのまあその家を実際にオープンハウスという形で見れるわけですね。見学できるわけですよね。はい、だからそういうとところに行くとあ自分たちの家はこうしたいなあしたいなとか、うん、こんな家っていいなとかまた想像が膨らんでくるとかまあそういったのがあるんでしょうけれども、うんうん、素晴らしいですね。ねえ。 まあ、この父親のお話ですけれども、まあ、近くにこう小学校があるとか、はい、その辺はいかがですか。えっと、高江小学校、中学校、近くになります。高江小学校、中学校というと、まあ、多分、あの辺だなとね、想像つくと思いますけれども。うんうんもね、目印があるとね。えっとですね、それ以外にも、まあ、駐車場がどれぐらいあるとかいかがですか。えっと、まあ、縦列にはなるんですけども、四、うん、台から五台は止めれます。はい、はい あ、もちろんあれだ、うん、この高橋小学校中学校って言ったら、まあダイレックスだったりとか。ドンキホーテが多分近場に、ねはい近ね。はい、近、う、場、んうん。ああ、じゃあもうその辺も交通も便利、がいいわけですね。はいはい、はい。さあ、このオープンハウスですけれども、何時から何時までやってますか。えっと、一時から、えっと、五時まで。はい。はい。二日間やっております。うん、はい。ええー、まあ、これ問い合わせとかなんですけれども、こうインターネットホームページもありますが、いかがですか。はい。 問い合わせも、うん、結構多く、はいはい、していただいてて、はいうん、またチラシ等も配ってますので、はいはい、その反響が、うん、多く出るといいなと思ってます、はい、でまたあのホームページ見てみるとこう常に、ね、あのブログだったりとかも更新をされていて不動産のえまあ新規の情報なんかも,です、ね、もうど,んどんどんどん上げてますからね。はいう まあぜひあのインターネット検索エンジンで株式会社ティーダカンカン不動産で調べてみてくださいはい、はい、ということで浜本さん、はい、今日伝えたいことはこんな感じですかはい、うんうん、緊張してます <laughs> <laughs> 伝わってくるねもしかするともうラジオ担当は浜本さんになるかもしれませんよそうなんですけど、ねえー、全然慣れてないんでけど <laughs> <laughs> だいたいこういう方が担当になる傾向にありますそうですね<ー> <laughs> そうですか浜田さん、あのまあ、実はこの番組でも、ねはい、あのスポンサーいただいておりますけれども御社のティーダカンカン不動産さんのコマーシャルが流れてるんですけれども、はい、聞いたことありますすかありますあそうですか、はい もちの論ですか。持ちのあそうですか。確実に誘導です。そうでしたね。浜さん持ちの論って言わないですよ。聞いたことありますか。のく下りでもちの論帰ってきたら僕嬉しかったなと思ったんですけども、僕が言っちゃいましたね。すいません。次にまたちょいちょい降ってきますから。怖いな。何がや。言ってるの嫌だからな言ちの論。非常にインパクトのあるあのピッタリな CM だとは思うんですけども。 佐野浜本さんもエンディングも近いですけれども、今日の番組のテーマがですね、あの今ゴーしたいことは何ですかっていうことなんですよ。はい。今ゴーしたいことって何ですか。始めたいことだったりとか、やってみたいことだったりとか。あ、なんかダイビングとか<ー>ジェットスキーとかー。ダイビング、ジェットスキー、はい、マリンスポーツ系ですね。はいはい やりたいです。夏だからね。海にも行きたくなりますよね。海に行きたいですね。はい。このティーダカンカン不動産のスタッフの皆さんでバーベキューとか夏場いかがですか。あ、毎年はあります。うん。あらやっていいですね。多分ね、三店舗の皆さんとか来るんじゃないですか。きっと。そうだね。うあの三店舗皆さんこう従業員の方って何名ぐらいいらっしゃるんですか。あ、なるほど。えっとですね、今がですね、十。 <あ>6名ほど多いですね、やっぱりね。ということで、まあ、この沖縄市から近くは、ですね、えー、っと茶炭の方になりますかね、山内蔦屋さん方面から国体道路向けにこうずっとまっすぐ行くと、えー、っと五円さん、焼肉のごえんさんの道向かいの方にですねラビットさんというところがありまして、そこ、裏手の方になりますね。 はい、えー、こちらの方もありますのでぜひ皆さんも足を運んでみてくださいさあもう浜本さんはもう初で緊張もいっぱいあったと思いますけれども、はい、またじゃあ次回もよろしくお願いいたします、はい、もうぜひ、はい、よろしくお願いいたします、えー、今日のゲストは株式会社ティーダカンカン不動産具志川店売買営業の浜本慎さんでしたありがとうございましたはいありがとうございます さあ『あジクーターラジオ週末金曜日今日の番組のテーマは今ゴーしたいことは何ですかこちらでメッセージをお待ちしていますえー、みんなあれかなゴーしたいことに触れてないですかねメールねそうだねうんまあ本当にふわっとしたテーマだとは思うんだけど、うん、はいまあこれ誰が悪いかって言ったらみゆさんが悪いんですよ <laughs> テーマの名付けはテーマのそうなんですよなるほどなるほど まあ、人にテーマを決めてもらうとなんていうかこういう時便利だねあなるほどね俺たち悪くないんだぜっつって <laughs> ただねそこですか俺ねちょっとゴーっていうテーマでいくとさ、はい、もうちょっとティーダカンカン不動産の浜本さんに「うん、餅の論仕込んどけばよかったな」って今ちょっと後悔してる。には、うん もうすごい持ちの論が出ると思いますから <laughs> 出るんだ、えー、なるほど言っても初回ですからねまあ言ってもね初ラジオですからね,ねはいはいはいまあもう決まり文句みたいなもんでちょっとつけていきましょうよこれはあの僕の初のラジオの時なんて一切声出さないですからね出せなかったですからね <laughs> もう資格がないですな <laughs> しる資格がない <laughs> そう本当にもう,もうお互いよ長いんだからもう最初の時のお話やめようぜいやもうそれぐらい緊張する<も>っていうことですよそそりゃうだよなる、うん 二人に挟まれてさ「はい、はいどうぞ」なんて言われてもさなそ,れそこで「もちの論なん」て言えるはずがないの <laughs> そりゃそうですけれども、はい、まあやっぱり次2回目ですからね来月楽しみですけどね。ねはい、いやでもね本当にさ、あのー、スタッフの皆さんが、うん。 笑顔で迎えてくれるわけいいねやっぱそういうちょっとアットホームな感じっていうのは安心するよね、うん、みんながこう声をかけて元気よく対応してくれるっていう、うんね、なんか、うん、頼りがいがあるというかはいバイバイ専門ということなのでぜひ、はい、皆さんもね、えー、ティーダカンカン不動産チェックしてみてくださいありがとうございましたありがとうございますさあということで、えーまあ、今日の番組のテーマは今ゴーしたいことなんですけど、はい、僕はですね車ですね 車買いいたたあなもですかうもう一歩まで来てますよ。あマジっすかだから今日送ってもらったっつってるわけあまあそれは関係ないんですけど関係ないんだけどもうちょっと毎日のやっぱりガソリンがさかかりすぎててだよな夏話しかもねクーラーどうしてもかけちゃうからねやっぱ軽自動車でも結構食らう 食らいますね1か月3万はまずそんな使うかまず基本3万ですよまずねあああああ,あまあ分からんでもないってことを考えたときにうん、うん、ハイブリッドとかっていう選択もそっちっちち行ゃう今頭にあるんですけど <laughs> そっち行っちゃうかただ大丈夫なのかっていうところがあるんですよ <laughs> <そう> <laughs> いやいやガソリン代が1万円になるんだったら <laughs> うんうん 月ねいやでも今言ったらディッター30とかまあ言っても乗った時27とかなると思いますけどまあまあまあね一応実燃費で、ね、そう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 ,そう,そう,うんまあそれもそうだと思うけどなでも本当にガソリン減らないらしいからな、うん、聞くところによると。俺たたちみたいにさ、うん 南部から沖縄市までしっちり通ってからよ、うん、プラスアルファ営業で外出回ってるわけでしょ仕事で、はい、そしたらもう車がないとどうしようもないわけですよそうなんですよねでそれについてもガソリンなんてもう必需品ですから、うん、もう仕方ないっちゃ仕方ないんだけどまあ安く抑えたいよねそうなんですよあまあな俺もな来月車検なんだよなあ来ましたね<ー>、うん、とうとうでもあの 燃費のいい軽自動車に僕は乗り換えます燃費のいい軽自動車か未来椅子とかですかねじゃあねうん行きたいけど行けないと思いますそっちは行けないと思います難しいよなこの辺な難しい難しいんだよなまあでもちょっと頑張って乗ってもいいのかもわかりませんね元はいつか取れると思うしですねうんまあちょっと悩もうかなもうちょっとなさあこちら行きましょうラジオネーム MJ さんはい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 ははい えー、僕は映画館にゴーです。あ、なるほど。えー、島袋デュエー映画じゃないよ <laughs>、えー。三浜にインディペンデンスデーを見に行きます。<laughs> あ、いいな。偶然隣に座った若くて可愛い女の人と、うん、ひょっとしてひょっとするかもしれないから早く帰ってお風呂でキレイキレイしてから以降ね。うん、はい。まあ映画館でね。うん。偶然隣に座った素敵な女性と。はい。 インディペンデンスするかもしれないこというですか。インディペンデンスするかもしれないっていうね。ああ、そういう日になるかもしれないと。どうでしょうね。うないでしょうね。綺麗綺麗したらいいんじゃないですかね。わ <laughs> かんないですけど。まあそれはそれでやっておいてくださいということですね。うそうですね。はい。<laughs> あ<ー>あでもインディペンデンスで出てくる女優さん、うん、あのチュラカギがいますよ。えっと前回も出てました。 え出てない出てない今回からそうそうそうあそうですか、うん、<前>アジア系の女の子お名前は存じ上げませんがただめっちゃ綺麗だなって思いましたねあそううんたぶん MJ さんは釘付けになると思います本当ですか、はい じゃあ、その画面越しにインディペンデンスするかもしれないわけですか。そうですね。はい。本当勝手にやってくださいね。<laughs> <laughs> ありがとうございます。ええー、ワオの香里さん。はい。今日のテーマ、ごうしたいこと。うん。最近は忙しくてから、夜遊びしてないさ。夜遊びか。カラオケにごうしたいさも。うん,う,んうん。一人カラオケでもデビューしてみようかな。お二人さんは、一人カラオケしたことある。カラオケの十八番なんですか?。ということでいただきました。はい、ありがとうございます。はい、カラオケ。 し久しく行ってないな水曜日のアジラジピンチヒッターやらせていただきましたけども大由歩とねあの放送後かな、うん、放送中かな分かんないけどカラオケ行きたいねっていう話になったんですよ<ー>まああいつ毎週行ってるらしいけど毎週行ってますねでねじゃあ行くかっつって<ー>今度行こうかなと思ってますよああその日行ったわけじゃないです、ねうん、カラオケの部屋の机を壊そうってお二人で <laughs> してます 方向的に分かんないです分かんないです多分やんないと思いますけど電話しようかな何にをその光景見てあ電話するわけやからがいるよい大丈夫です大丈夫あの全部吉本興業に何かあれば怖いないやね遊びもしてないからなストレス発散みたいなことね要はねはっちゃけたいってことだねでしょうねあえ青野郡団さんはい ジョークマンにチャレンジ5をしようとした僕ちゃん分からんよや正解ですジョークマンの正解誰も分からんはずよ月曜日に赤パンヒョロノッポが作った架空のキャラクターやもんやが作ったわジョークマンあのねなんかの話があってあのなるほどザワールドに出ていたトランプマン白塗りのハットのトランプマンいたじゃないですかしゃべらんだろしゃべらいはい なんでか知らないけど、僕の中でジョークマンになってて。その話をしたら。久しぶりのリスナーさんがですね。あのジョークマンってタんやがと。それはそうなるわ。トランプマン屋さんにっていうメールが来ましてその日のテーマ、ほぼジョークマンになってました。なんだその話。2時間もったな、よくそれで。落ちましたからね、これね、えー。よかったよ、ジョークマン想像で真似しなくて。<laughs> 危ないな、危なかった、やるところだってですね。<laughs> えー、こちらも行きましょう。ーモーリーさん、聖輝さん、ディスナーさん、こんにちは。こんにちは。大家愛美です。えー、今、ライカムの駐車場から聞いています。えー、今から20分前。<laughs> あ、そうえー、モーリーさん、お願い。今日、ライカムで MC とじゃんけん大会があるんだけど、うん、人を集めてください。うん、夕方6時から音楽ステージ。 7時過ぎからも吉本47ご当地市場でじゃんけん大会があります。うん、じゃんけん大会は買った方にプレゼントもありますし、無料なので、アジラジオを聞いているディスナーさん、ぜひ私に会いに来てください。お願いします。<は>えー、モーリーさんの宣伝力に期待してるよ。では、ということで。なるほどね。はい、あら、ライカもいるわけ。みたいですね。じゃんけん大会じゃんけん大会。 あいつグーでもチョキでもパーでもあんまわからんと思うけどな <laughs> パッと見パッと見 <laughs> 全部グーに見えないかなまあいいですけどあのね、うん、あのー、こ吉本皆さんも、はい、お客さんいないところから人集めるからねうん、うん すごいよねでもね、まあ、芸人さんってほんとすごいなと思うよね、うん、だからどっかそのステージ見てないんだけどどっかでその笑い声だったり元気な声が聞こえてくると、うん、あれあっち何やってんのかなみたいな気になるしね<う>集客力っていうのはあると思いますよすごいなあと思うねこれね、うん、ましてや大家なんてさあんな金髪のしかもや色汁のいつも白っぽい服ばっかり着やがってなんかふわっとしたやついるなみたいな感じなあ,あそっかそっかう、うん、色が薄いよやって言いたくなるけどは。<laughs> <laughs> まあいいんですけどまあ髪が金だからねいってもね頑張ってほしいですねでもねまあ今日もね、あのーまあ、まだ日が高いですから、うん、えちょっとこう買い物行こうかなと思う方がいたらね、うん、えまあ来館も行くついでに、えー、3階にあるのかな,かな吉本のねの、うん、そうだねご当地市場がありますので、まあ、こちらの方でじゃんけん大会やるそうなのでぜ,ぜひね足を運んでみてくださいはいこんな感じでいいですかねそうですねはい さあ今日の番組のテーマ「ゴーしたいこと」ということですけれども、えー、ツイキャスもいろいろ来てますが、ね、モロミーおや親方さんあ,ありがとうございます東京にゴーしたい <laughs> あ<ー>遊びにあなるほどねおや親方面白いんだよなあの木曜日毎週木曜日の夜の7時から。はい まこなりのユンタクラジオ』っていう番組が30分だけなんですけどやってらっしゃるんですけどそこに諸見親方とユンタクカフェの宮崎さんが二人で喋ってるんですけど、うんうん、あ喋れてる方なんですね面白いのよあ僕もねカンフー、まあ、教室通ってる時にちょいちょい聞いたんですけどうん、うん、あ聞いてる すすごいお酒飲むんですよねそそ、ま、そうそうそう <laughs>、まあ、具体的には控えますけどもい聞いてちょっとびっくりした <laughs> び,びっくりするだろ人の,あのお酒の飲む量じゃないですよね、うん、多分ねあなたね今生きてきた中でそんなに飲んでないと思う僕ですか <laughs> いやいや僕はもう本当にもうビールなんて6缶ぐらいじゃない <laughs> 今まで、うん、トータル,ータル人生でトータル6缶人生で <laughs>、まあ、僕からしたらこの諸見親方さんの <laughs> ビールの飲み方の話はい、はい、聞いたんですけどいや諸見親方の飲み方だったらビール6缶でしょ4分ぐらいだと思います四 <laughs> <laughs> 45分で飲むと思いますよいやこういう方もいるんだなと思いましたね、うん、すごいよ、ね、世の中広いですね広いなまた一緒に喋ってるそのユンタカフェのユンタコーヒーの宮崎さんがさ、はい、面白いツッコミなのよなんか緩いのよとっても。 えっと、川の方々ですかかねねエンンディングははし中学校のの校を流すすいいいいううう <laughs> 沖縄市放送局ででで昨日は生で歌っててましたけどこ地域色が出素晴らしいですが<ー>ぜひ聞いてみてください。毎週木曜日の <laughs> 毎週木曜日の夜7時から7時半まで30分なんですけれども生放送でやっておりますので「まこなりのユンタクラジオ」非常に面白い番組ですのでぜひ皆さんチェックしてみてくださいよろしくお願いしますたまにタイトル間違えますよねあのね今のとこね1回しか成功してないですでかなわかんないですけどいろんな番組ありますからね「フェイク講座」もねぜひ皆さんもチェックしてみてくださいエンディングはですねラジオネーム和王のかおりさん リクエスト松田聖子の夏の扉を聞きながら四時台はお別れですアジクータラジオこの放送はお母さんの幸せそれは家族の幸せアイレディースクリニック株式会社ティーダカンカン不動産の提供でお送りしました Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio, Radio. on FM 76.1. Coming up, Azukuta. この時間はです、ね、毎週金曜日沖縄市観光物産振興協会の皆さんの持ち回りでお届けするコザソースの時間でございます。 えー、沖縄市も6月の、まあ、13日がエーサーの日なんですけれどもその日を、ねえー、境にです、ね、約2ヶ月間エーサーナイトが開催されていきます、まあ、そのエーサーナイトもですね残り明日とそして来週の土曜日あと2回となってきましたもう夏本番ですけどねもう沖縄市もエーサーの、えー、音色がいろんなところから聞けるようになってきました。はいえー、さあそののお知ららせもも含めまして今日もですね沖縄市観光物産振興協会の方から テリア一郎くんに来ていただきました。こんにちは。はいこんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。時間通りですよ今日は。さすがです。ピカリに入ってきました。いやいやいや。まさかの展開で。まさかの展開で。はい。奇跡な展開で。いやでもそれでもマイクの前立つと喋るっていうところがすごいですね。やっぱね分かっていらっしゃるんですよ。何言ってんですか。お二人の雰囲気がすごいからです。何が。 いいやや出るでしょ完全に外歩いてるとき、あっ、てる役なんだって、無理にも、あ来てるぜって言ってたしたら入ってくるからさ、FM コードさんに用があって、右手には USB と思われるものを右に締めてましたから、データを僕に渡すって来てくれたんですけど、マイクの前に来てるという。 はい、じゃ、あそのデータの中身をね、発表していただきましょた。いいんじゃないですか。今、え、なんで。大丈夫ですよ。は全然大丈夫。あの、コザフィルムオフィスの、まあ、一郎君でもありますけど。今現在、こう制作しているものが、まあ、完成したんですよね。まあ、完成というか。そうですね。はい、あの、沖縄市の、ロケ地の紹介映像。こういったところがありますよっていうの、あの、ちょっと。 3分ぐらいダイジェスト版的な感じでまとめて<ー>、えー、県外の、えー、撮影業者さんの方々に、まあ、見ていただくような映像をちょっとばかし作ったんですよ。あそういういこと、はい、そ,れをそれにモーリーさんに出ていただいたっていうで <laughs> あのナビゲーター的な位置づけでよろしいんでしょうかうモーリーさんがこの。とーーい,、ね、いうわけではない。うん フィルムオフィスの職員という役で出演してカメラを片手に沖縄市内のいろんなところもあって写真を撮っているという映像なんですけど彼がななるほどなので芝居という芝居は何もないですよあないですか本当に

映像が流れるような仕組みを今構築している状況です。あじゃあそれ見たらその県外のその映像を撮る人たちもあ沖縄市ってこんなところなんだなみたいなが見そうですね簡単にあの理解はできると思います。怖だからね。そうなんですよね。沖縄市も本当にディープなところなんで、うん、映像を見るだけじゃ絶対わからないんですけども、うん、実際来てみないとこうですな、はいまあ。そうですねイメージとして。 まあ見ていただく映像にはなってるんじじゃななないいかなっててう感じはしてますうんうん、うん、なるほど、はい、じゃあまたこれ近々まあラジオ聞いてる皆さんにもえいつでも見れる環境が整ったらじゃあまたお知らせをはい、はい、していきますよろしくお願いいたしますしさあ,あのフィルムオフィスからのお知らせとかってありますか近々撮影があるとかもう始まってるとかえっとですねまあ実際やってる最中なんですあ,あそうですかはい、はい 最中に僕はちょっと抜けてモーリーさんにデータを持ってきたとこ今出てるんでやばいなって思ってるんですけど。そっかそっかそうか。なる聞かれたらまずいってことですね。まあそうですね。いやいやでも大丈夫です。あの別の職員がちゃんとあの対応してます。はい。よかったよかった。ちょっと一旦抜けてきますってことで抜けたらまさかの。 はい、あのね時間が悪かったです時間と曜日が悪かったです,そうすねでタイミング的にも毛利さんがちょうど連絡が来てあ今だと思って走ってきたら <laughs>、うん、<laughs> この状況だったって <laughs> これも義母さんの策略だったということでよろしいんですかね、これね。だとしか思えません。思えない、思えないな。今そうですね、だとしか思え僕はあのラインでパソコン持ってるよって送っただけですけどね。あのそれにすべてがね、凝縮された凝縮されて埋まれてるわけですよ。怖いな。ちなみに今撮影されているものってどんなものですか、言える範囲で。はい、あの沖縄のテレビ番組、OTV さんの番組なんですけども、沖縄問答か。 という沖縄モンドはい<ー>モンドウォーカーというモンドウォーカーはいあのフランス人の方が、えーうん、沖縄を外国目線であの旅していくっていう番組が4月から始まってるんですけども、うん、それの沖縄市バージョンを、うん、撮っておりますあもしかしてロマンシアさんとか出てるやつだはい、はいはい、今今<ー>そんなにへえいますじゃあ今回沖縄市巡りみたいなそうですねはい。 これが8月13日放送のやつ分をと今撮ってますうんうんうんなるほど楽しみですねねえ面白いですよ A サーも入ってるのかなもしかして入ってますなので今日夜までがっつりなるほど <laughs> あれ8月13って言ったら A サーさん。ん。う語呂合わせでねそれでですよねいや違います違うんだ、はい、放送日がたまたま,またまたまなんだ <laughs> 惜しかったですねでもそういう見方も面白いかもしれないねでもはいそういう後付けにしましょうそうですね絶対いいと思いますじゃあ今現在撮影が行われてる最中ということですね最中です今後また8月に入っていきますけど沖縄市で撮られる映画 CM ドラマいかがですか今続々と来ておりましてまだ確定ではないんですけども うん、まあ結構な件数今、はい、稼いでおります。うんうん、そのうちでどんだけ沖縄市に誘致できるかっていう問題があやっぱあるんですけども、うん、そこは僕らが頑張って森さんの映像も見てもらいながら誘致できたらなと思ってます。なるほど。はい。ただ撮影でまあ夏時期も特に大変です。その辺のまあ沖縄的な問題、暑さ対策とかっていうのも。 しっかりしていかないといけないかなっていうところが、まあ、夏の沖縄の撮影の課題ではあるのかなと一、ねね、日中外にいる時もあるでしょうからね,そうですね大変だよ基本的に冬の撮影の,あのお話が多いんです、沖縄って。うあそうなんだ県外と比べたら暖かいということで夏の設定を取らなきゃいけなかったりとかすると、うん、沖縄にやっぱ来ちゃって。 来ちゃうんですよねそういった時まあ冬が多いですねそう考えるとはいうあのこそフィルムオフィスなんですけどあのホームページも確かありますよねありますこちらを見てみるとエキストラの登録だったりとか沖縄市の町の様子が一目でわかりますからねはいはい。そうですねですよねはいまた何かお知らせがあったらこちらの方もまたよろしくお願いしますお願いしますありがとうございますじゃあ今日はお知らせはこんな感じではい モオリさんの映像のお知らせだけです。はい。これね、僕もまだ見てないんですよ。完全に仕組まれた感がもう否めないんですけれども、紐解くとあなたが読んでその宣伝をテレヤクに言わしたみたいな。いやいやいや、そんなことないですよ。そんなことではないんですかこの時間。そんなことではないですよ。そうですか。はい。変わりました。僕のパーマネントの時です。パーマネあのチンゲみたいな時です。そういえ。ああああ。 あ、そうですか。違いますよ。それは違いますけどね。まあでもこれが沖縄市の PR つながるように。そうだね。一応こう僕もカメラマンとして、はい、パシパシ撮ってるシーンが映ってますから。なるほど。ちょ楽しみですね。スラップされるのね。ですね。そうなんです。ぜひ楽しみにしててください。はい。じゃまた一郎さん。はい。じゃあ次回もよろしくお願いいたします。はい。お願いいたします。え、小沢フィルムオフィスからテリア一郎くんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。 アジクータラジオ5時代この放送は社会福祉法人人福祉会道ち保育園花風美里保育園の提供でお送りしていきますいやそれにしても今日もまた暑いですね暑いな33度暑すぎるよやなんかこう温度って気になりますよね例えば34とかなったらえ今日34ってよみたいな、うん、聞,聞くだけで暑くなるのは分かってるのに、うん、聞いちゃうね聞い,聞いちゃいますよね見,見ちゃうなんか、うん 十2度とかだったらえ三32度かなんか三十もっとあるっぽいんじゃないのみたいなね、うん、低いと信じないわけよ信じないよな <laughs> 不思議だよなこれな高いとやっぱなっていうわけなんでしょうねこの自分に都合のいい解釈みたいなの <laughs> このやり取りねうんまい、あ、なただこう熱中症、うん、これねあのー、やっぱ外で、まあ、仕事されてる方もそうですけどうん、うん、調理場 の熱もやっぱりちょっと危ないみたいですね室内もな熱が高いとなるらしいからなだから外もそうですけどあなたも言ったように体育館とかさやっぱり閉められた影にはなってるんだけれどもちょっと熱がこもりやすい場所っていうのは非常に危険がいっぱいあるらしいですから水分補給はもう常にやったほうがいいよね水曜日から木曜日にかけて伊豆名島行ってきましたけど初日2リットル以上水飲んでましたね 水分だろうペットボトルはもう5本ぐらい飲んでたあれ知らなかったけど一泊で行ったんだな日帰りじゃなかったんだな一泊ですねあ,あそ,うそ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 う午前中ってか、ね、そう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 そな。そう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 だから行って滞在時間1時間ぐらいだったら帰れるみたいなそう確かなんかそうそうのうったそう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 そ

<laughs> だろやしほかに言いようがないだろうかよあれの舞台ですよね言ってもねあそうなのイイゼナあそうですか確か,確か,確か,確かなんかそのマリリンに会いたい像みたいのがああマリリンに会いたい像じゃないんだよ <laughs> マリリン像でしょマリリン像かわ <laughs> かんないですあの泳いだ犬の名前知らないですけど <laughs> 泳いだい <laughs> マリリンだろそこはマリリンに会いにマリリンじゃないやつが泳いだんじゃないわあれあそういうこと誰だろうマリリンに会いたいっつってマリリン 泳いいだらマリンどううことややかなるし説明もできんぐらいやしそれ久しぶりにマリリン行ったな確かだったはずですけどねマリリンに会いたいというタイトルですからねそうそうそう映画のねタイトルがなマリリンが人なのかなうん分からないけどさ違うと思うな違うかいやまあでも沖縄の人は一度は見てるんじゃないですかあ見てると思うずいぶん昔な俺たちも小学校ぐらいですね低学年ぐらいの時でしょ多分ね テレビでなんかそっちゅうやってたの聞いてたな。やってましたね。マリリンに会いたいです。誰が？<laughs> え、三浦友和はそう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 。マリリンに会いたいです。収集誰がつけるば <laughs> これ。完全にゴーしてるな。ゴしてる。完全に。今のはゴーしたやつさ忘れたいですね。本当ね。あのー、まあこの沖縄関連のね映画とかもたくさん名作ってあるじゃないですか。まあ,まああるね。 でもやっぱりこういう昭和の時の、ね、映画の代表でもありますからね、うん、マリリンに会いたいもねこれのタイトルぐらいはもう多分全国でみんな知ってるでしょうんどうかなこれの舞台が沖縄だっつうのはちょっと知られてるかどうか分かりませんけれどもうん、うん、確かそうなんか伊平屋伊是名じゃなかったかなうんどうなんでしょうねじゃなかったかなちょっと勘違いだったらごめんなさいね、はい、あのマリリンにデジュー詳しい人教えてください。 いやいやもう大好きな人はね、うん、いると思いますからねもうマリリンに会いたいは俺に任せとけた、うん、メール待ちしてますああメールを教えてほしいわけですよ逆にねうん。うん、マリリンに会いたいはワーンってってね <laughs> <laughs> もうチャンネル変えていいですよ。<laughs> 悪ノリが過ぎたな <laughs>。えー、昼間の奥さんからいただきました。アジクーターの皆さん、あとい,いね。熱いですね。だ、聖騎さんのバッタモン具合は画面で確認できんかったよ。ゲート通りで本物に絡まれたらいいのに。<laughs> <で>よ。<laughs> さてと、テーマ、ゴーしたいこと。はい、眠りに行きたい。もちの論。えー、自分のベッドにゴーサー。25日月曜日の吹奏楽コンクールまで早起き予定です。 親や,やんライカムの47クラブでじゃんけん大会親や,やんは白くて丸くて声が大きいからすぐ見つかるね。わおのかおりーさんリクエストいいね聖子ちゃんじゃあ次は中森明菜のサザンウィングということであ,ありがとうございま,すいたました。親や,やんパッと見レモンケーキみたいなやつだからな <laughs> <laughs> 上が黄色くて下が白くてみたいな、まあ、T シャツも白が多いですからね多いよなあ。うん 縦の距離と横の距離一緒ぐらいだからな。<laughs> ドキッとする時あるけどなたまにな。なんでですか？ゴーみたいな。<laughs> 言ってもやが今日俺を二度見した感覚で？あそんな感じですか。うん、うん。あ今日ま今日あれだな 今日の衣装で親やんと絡んだ方がよかったかもな水曜日なんでよインパクトすごいと思いますよそうどっちに目を向けていいのか分かんないですからね、うん、いいんだよラジオなんだからそんな洋服なんてあそうですか人の,、うん、その格好とか見た目なんて関係ないんですようんやっぱ喋りで勝負ですよお。喋りで勝負したいわ曲 <laughs> <内場> <laughs> なないんか <laughs> 曲ないリクエストないスタッフからリクエストがいただいておりまして <laughs> あ<れ>その曲をお送りしていきたいなと思います。スカパラとですね、えー、県横山がフィーチャリングした曲ということで、うんえー、一曲リクエストいただいておりますので、えー、お送りしていきたいと思います。道道なき道反骨の さあ今日の番組のテーマ「ゴーしたいこと」うん、今「今ゴーしたいこと」ですねああ、まあ。ポケモンゴーからこの話になり「うん、ゴーしたいこと」というテーマになりましたけれども一応全くポケモンの知識がないのでそっちの方向の話は何もしてないですけどねさっきはマリリンの話を、はい、赤島だったな赤島ですねああ間違ってたしさ赤島の民宿で飼われていたオス犬シロが、うんはい、対岸の ザマミ島にいる恋人の雌犬、うん、マリリンに会うために海を泳いで渡った実話を元に制作された、まあ、映画ということですねそうか赤島は行ったことないけど座間味島はあるのでもしかしたらそ,そこで勘違いしてたんでしょうね僕ね<ー>なんか離島が隣同士にあるとなんとなく、うん、そう思っちゃったんでしょうなチェえチェ,チェ <laughs> 間違ったから <laughs> あ間違った時チェが出るんですねそうなんですよお って言うんですよすげえ俺自分でも解決できないから広露んでいいぜそういうのそっとしといてもらって全然構いませんからね大丈夫なんであそうです大か夫ましたかりましたかりましたかりりなり前半でも僕ゴーしちゃってるんでえっとねこの時ね出ていたキャスト見てるとまあまああのすごいキャストですよ石野真子さん石野陽子さんはいはいはい えー、相良は子さん島大介さん三浦智和さん <laughs>、えー、安田成美さんはい、はい、あとねこれ「笑福亭鶴瓶さん」でいいんですかねも出ていらっしゃったということですねああ、えーあ。じゃあもう今も現役で活躍されてる女優さん俳優さんの、うん、まあ名前もありますね。何年の作品なの これね、1988年、88年、10歳か、あ年齢的に？あ俺がね、ああ<ー>、うん、はは、えなんか今でも残ってますやっぱりこの白いうん犬のね、うん、白かな海をこう泳ぐシーンっていうのがね、ま、うん、あななんとなく絵が出てくるよ、うん、あそう、あなるほどね。 犬も海泳ぐんだね泳ぎますようちのミニチュアダックスも泳ぎますよ泳ぐのうん足ペットボトルのキャップぐらいしかないくせに高さそんなに短足なんですか2ンチぐらいしかないだいぶ短足だったよやっぱりほぼほぼ地面ついてますほぼ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 あの泳ぎますね教えてもいないんですけど泳ぐだ犬かけしますねへえ うんまあまあ動物だからな潜りもしますからね潜るわけ海に何か投げるじゃないですか石をうん、うん、潜って取ってくる織功だな織功というか違う石を、うん、全然全然違うところの石を取ってきますねこれでいいかみたいな話か <laughs> 多分 <laughs> なかなかない<で>っていう。 あわちょっとよくわかんないですけどさすが飼い主に若干に似たり寄ったりのところは空気を感じるところありますけどファイターですねうちの犬はねファイターファイターですよでもんね待,って,<当>待って待って待ってなんで今ファイターっていう言葉出てきたわいやいやもう体力がね年齢の割にはすごい体力だと思います <laughs> あ犬のもう人間で言ったら七十ぐらい年齢なんですよ定年おじいになってきてるなおじいちゃんなんですけどあ,あそう動物はね そうですか元気なでも元気なイメージあるけどねいやまあでも日中寝てますよよくああなたの家に行くと爪をカシャカシャしながら床を歩いてるイメージしかないです全然前に進んでないイメージしかないです床滑るからねまあこのんていうんですか足の裏のんていうの肉球ですかあれがもうつるつるなんじゃないですか滑り寄るんすよやっぱり硬くなってるのかな ううううんそうそうそうまあ滑るという意味では本当飼い主にそっくりだと思いますけども僕はね <laughs>、うん、いやもう前半のあれだあれだ巻き返されてる感じですねそうですねあなたはところでゴーして,してることないのゴーしてることうんしてることとかしたいこととかいやだからもうさっきも言ってるように、うん、あの車ですよまあ車かはい車をゴーしたいいやもうほんとにもう直前まで来てますから今 <laughs> あそうこれ結構ね家計的に大丈夫なのかううんうん、うん、それとも いや、<laughs> それぐらい頑張る気概で、ええー、ね、仕事に臨むのかああ。まあ先行投資じゃないけどな。そう,そういうことね。後で取り返せんじゃないかっつってな。そうそうそう,そうあ。あ、まあそういうの一ついいんじゃないですか。いいんだけどね、これね。<laughs> いいけどよ。何年がかりやがっう話だ、あんまよ、ち 三年ぐらい。三年か,年かリアルの数字叩き出すと。三年ぐらい。<laughs> あ、もう試算したわけだ、そういうのも全部。もう、それも全部してます。あ、なるほどね。もう色もほぼ決まってますね。あ、じゃあもうすぐじゃん。 あとクリックするだけじゃんあとクリックするだけでクリックするだけかいカードにポーンって入るぐらいですから <laughs> あマジかそうそうそうあじゃあまお互いそういう意味では車をちょっと新しいのに乗り換えるということになる,なるわけですねだこれやっぱりね、うん、その辺まあ家庭の状況とはいまあ男の人のこの辺の選択って結構多いと思うんですよね、うん、やっぱね自分の好みばっかり言えないですからねうん 家族のことお金のことを考えての選択肢が出てくるわけですから、うん、これ仕方ないですけどよく、あのー「一人前になったらこれを買おう」とかっていうフレーズとかってあるじゃないですか聞くなよく聞くわでそれを誰かが聞いてて、まあ、上司の方なのかなじゃあ君一人前になったら買うんだねっていう会話らしいんですけどうん、うん、それ一人前になったの誰が決めるのって言ったらしいんですよ上司が。ああ ちょっっと鋭いツッコミ入った、ね、でまあ若い人は「うん、あ僕がです」みたいな自分で決めるとあ、うん、そっか、うん、お前一人前になったなって自分で判断するんだってことを上司が言うってシーンがあって <laughs> 厳しいなこれもっともだなと思ったわけまあ誰かが「お前ももう一人前だな」ってなかなか言わないからね だしこう自分でさ自分のこと一人前だなっていうのを思った時点でちょっとこう先輩からすると何言ってんだとまだまだこう半人前なんじゃないかと自分で自分のことを認めるのもいいんだけどもその話の表現の仕方としては自分でこうねッ OK サインを出すのは早いんじゃないかみたいな。なるほどね これ難しいところだけどな。うん、まあ自分で自分を褒めて、こうご褒美としてみたいなね。はい。そういうきっかけだったら、ありだとは思うんだけどね。うん、一人前という言葉になると、ちょっと。厳しいものあるかもしれないね。うん、だこのなんかフレーズをなんか聞いたときに。ちょっとドキッとしましたね。うん、なるほど。うん、一人前ね。ええ、こもちろん身の丈に合わないものをね、買うとか。うん あのー、背伸びぐらいだったらいいですけどうん、うん、もう全然途方もないハードルをポーンと立てて、うん、大丈夫かっていうのはちょっと心配ですけどまあ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 現実をね少しね踏まえた上でってとこでしょうね、うん、まあなたもまあそれ踏まえて頑張ってみてくださいよじゃんこうしちゃおうかなーこうしちゃうか色僕が決めていいですか何色ですか、えー、黄色 <laughs> はい <laughs> あの黄色ですか黄色いいんじゃないかなおまれに見る,に見るなかなか走ってないですよそうですよね<う>やっぱね白とか黒とかっていうのもまあまあ悪くないと思うんですけどうん、うん、あなたはそんな色じゃないと思ってるんですよここはあ僕はね、ええ、<う>黄色 <laughs> 太陽の黄色そうですもうティーダーのようにカンカンの <laughs> 黄色ですよやっぱり えー、選択肢ないですね。ねないかないですね。<laughs> あ、そうですか。はい、わかりました。じゃあまた改めて教えてください。わかりました。さあ、ということで、時刻は5時30分になりました。続いては未来家内のコーナーです。家父県保育園プレゼンツ,ゼンツ未来家内。 さあ毎日午時三十分からお届けする未来課内のコーナーです。このコーナーは社会福祉法人人福祉会道代保育園花風三里保育園の提供でお送りしていきます。えー、今日はですね、あの子供たちの声をね流さずに改めてこのコーナーの紹介とそして花風三里保育園のですね中身をね少しお話ししていけたらいいなと思います。えー、まあこのコーナーもですね四月から始まりまして四五六 とということで今月で4か月目に入ったんですけどね子のもたちもこの3か月の間で、えー、どん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 んこの精悍な顔つきというか、うん、男の子なんか特にあやっっぱ変わってきた表情なんかもだいぶこう変わってきまして<ー>で女の子なんかもやっぱり男の子よりも言葉を覚えるものとかコミュニケーション能力なんでしょうね。ううん、うん、うん 言葉遊びなんかも含めてやっぱり早くなってるわけああそう、うん、4か月かも、まあ、う、ね月かね、いろんな変化があるわな、うん、え何それ、まあ、あなたのこともだんだんみんな覚えてきて、はいえー、なんて呼ばれてるかわからないなんかノッポとか呼ばれてんでしょうけどえっとね モーリー先生と呼ばれてますねモーリーリ先生で4月の段階では僕は先生じゃないよって言ってたんだけど、うん、え今ではもう受け入れてますねもう <laughs> 僕はもう先生だと都合のいい集めまあまあ子供たちにとってはね大人はみんな先生なのかも分かりませんけれどもそういう楽しみはあなたにとってもあるわけねいやもうありますよ子供たちの成長っていうね、うん、で子供たちも子供たちであの車の中だったりとか、うん、まあインターネットを通してお父さんお母さんなんかとまあこの 自分たたちが喋った音源なんかをいいてて、るらしくて、うん、あ、そうなのそうそうそう。まあ、でマイクのこうあ、えっとレコーダーの機材なんて見たこともないさやっぱりうん,うん、うん、まあまあねなのでそのマイクのこの形を見てこれ何なのとかああ興味津々だそうなんですよあららあでもそのみんなその喋ってくれるまあ何モーリー先生が来た時ははい。こういうラジオの収録を してるんだよっていうのはもうみんな大体もう分かってきてるわけ大体分かってますねああそう、うん、じゃもう何々ちゃん何々君の声があじラじのこのコーナーで聞こえてくるみたいなのももう大体分かってくるわけ、うん、分かってますよあらすごいねイイすごいんですよ本当に、うん、でねあのー、まあ花ふみさ保育園と密っ保育園もそうですけれども、はい、えー、まあ 僕らの時はですね、うん、象組とかキリン組とかそういう動物のあれで例えられてましたけどったえっとねカフーミト保育園ではあの星の名前っていうことでオリオン組ペガサス組アリエス組カシオペア組フェニックス組。 というふうふに紹介されていますそうなん。ですよ<ー>でまたあのプールなんかもね、うんえー、じゃあカシオペアさんから入ってとかそれ以外にもペガサス組から入ってとかこれ一クラス何人ぐらいなのえっとねまあもちろんこのクラスにもよりますけど、うん、16とか18とかあ結構いるね、うん、ああそうかそうか。 えーまあ、この日によって、えー、0歳児がプールに入りますとかね2歳児がプールですとかいろいろありますけれども毎月2回が体育の時間ということで体操の先生がやってきて体操教室で、えー、月1回空手の教室がありますで、えー、毎月の第2金曜日がお誕生日会を開催するということで、まあ、その月生まれの えーまあ、あの年少さんか年長さんぐらいまでね、うん、7月生まれだったら、一気にこうみんなでお祝いをしようということで、んえー、みんなの前で、えー、誕生日ケーキを封、まあ、したりとかね、うんうん、いろいろやってくれますね、なるほど、今、少しちょっとあなたの手元にある、なんですか、これ、保育園だより、ね、保育園見たりなんか子どもたちの写真が載ってるじゃないですか。はい やっぱそれはその園のなんか行事の写真だったりその子がこんなことやりましたよみたいな <うん S 1> トピックスが書いてあるわけそうなんですよあそういうのをじゃあ親御さんにお配りしてみたいな <うん S 1> ああいいですねまああの普段こう自分の子供たちがどんなふうにどんな表情でどんな子供たちとおまあ 遊んでるのかうん、うん、まあ先生とどんな会話をしているのかとかね、そういったこともこう言葉だったりとか写真でえ表現してくれているので、気になるだろうからな、親としては本当にありがたいわけ。あ,あ,あのやっぱ子育て特に一人二人三人四人と多い家庭なんかになってくると写真をこう撮って。 でこういういものにアルバムでまとめるとかっていうのが難しいわけ、うん、あそうかそうかもう、まあ、写真とばっかり撮るわけにもいかないしね、うん、まあ毎日のこともだからねまなので1ヶ月ごとにこの自分の子供の写真とか遊んでる様子なんかがコメントとして紹介されているとこれをまたあの後々読み返すこともできますからね。うんあ ああそうかそうかこれが一つのアルバム代わりみたいなもんだね。そうなすね本当にもう助かっています、ね、なるほどさあということで、えー、今日は花風ーミサ保育園の紹介をお届けしておりますけれども、えーっとねえー、沖縄市の花風ーミサ保育園とそして道ち保育園がありまして、うん、えー、道お保育園では来週かな 夏祭りが開催されるということで、道ち保育園関連の皆さんはです、ね、夏祭り、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います、えー、未来家内、このコーナーでは、ラジオを聴いている皆さんからの、そして、えー、このコーナーを聴いている保育園の保護者の方からのコメント等もお待ちしていますメールは fm fm .jp .jp でお待ちしています。 以上、未来課内のコーナーをお送りしました。このコーナーは、社会福祉法人人福祉会、道代保育園、花風美里保育園の提供でお送りしました。 さあ時刻は5時40分になったところです今日も沖縄市中央パーカーベニュー入り口 FM 小座のスタジオから DJ モーリーとイラミナセイキですはいアジラジお送りしておりますはい、えー。今日の番組のテーマは今 GO! したいことこちらでメッセージを送ってくださいお待ちしておりますちょっとね夕方になって日が傾いてきたせいであの木陰というか影が伸びてきてるんですよ外ほうほう あのこういう時間帯好きだなと思って外に出てる方の。うん。うなんかね、太陽が上にあると影もないで外に出てると暑いじゃないですか、うん、だけど沖縄って風が結構あるから木陰に入ると意外と涼しかったりなるほど夏場もするんですけれども、うん、なんか夕方のこういう雰囲気好きだなと思ってね、お<う>ロマンチックでしょ、今そうなんですよ、本番中に黄昏れてみたんです。<laughs> <laughs> ええたまにはいいかなと思ってね黄昏 DJ そうなんですよたすがれ何黄たすがれんだよや夕方のねサンセットの時間ですかこれ言ってもノスタルジックですよおおそれ言いたかったんですよ僕葵ちゃん高校生なんですねあの子ねあそううんマジ178ってこと18かなあそうダブルスコアですね完全にあそっかやばいですよ <お>娘でもおかしくないってことですよね、うん、お父さんですよもううわ、うん、今度お父さんさあって言ってみようかな俺あお葵ちゃんにうん言ってこない、うん、お父さんさあ夕方ノスタルジックって言ってみようかな多分ねギターでね <laughs> えってこうされると思いますよ <laughs> まず完全にビンタはされるでしょうね <laughs> 分かるでしょうねギターで殴られるはずなあそうか高校生か、うん すごいね高校生で喋ってますからねいや信じられないな、うん、もう義母さんなんて高校生の時代は鼻くそしかほじってなかったですからね <laughs> <laughs> それ考えたらよくたまるからねあ<ー>うん歌ってラジオで喋ってなんてすごいことですよ本当にいや本当ねすごいなと思いますね、うん、今年の夏はさまたこの話をするわけではないんですけども あなた離島に行ったりしてるわけじゃないですか。うん、結構夏を満喫できそうな気しない？今年は。今年ですか。あ,あ、まあ仕事とはいえな、ね。いや、まあそうですね。うん、あの一回こう離島行ったので、うんうん、あこういう感じで行けるんだっていう仕組みをちょっと分かったから。意外とお手軽でしょ。そうそうそう。離島。意外と。<ー>うん。あのフェリーなんかで行ける離島っていうのは、それこそもう何万円出して行くほどでもなくて。うん。 大往復でな本当に2三0 0 0とかのってそうですねいくらでもあるからねうん、うん、で向こう行ったら民泊が1泊4五0 0 0ぐらいするのかな、うん、ぐらいで行けますから、まあ、家族で行ってもね、うん、1>, 1万円2万円持てばおいしい文句って書いてこれるみたいな一万、まあ、昨日一応お話ししたら1万5,000円ぐらいでんとかなるんじゃないのかなってなってね。 ちょっとね夏休みのシーズンですからね、うん、そういった家族でなんかどこ行くみたいな話してる人たちは改めて離島も面白いんじゃないかなと思ったりしてね<ー>離島によってはそのダイビングが有名な離島があったり、うん、座間見島なんかがダイビングなんですよですよねあとは伊平屋島は釣りとかね<ー>、うん、そういったのがいろいろありますからね目的がはっきりしてるからそう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 <ー>いいかもしれないなーなんつってな、うん、からまあ マリリンにに会いいい行くのもいいんでしょうね <laughs> あなたも僕も僕も、うん、やっぱり僕のマリリンを探しに行かないといけないわけですよこれね嫁に聞いててほしいですね,ねぜひねあなたの嫁に何かあるんでしょうね分かりませんけど喋れないっていう何 <laughs> かあるんでしょうね分かりませんけども <laughs> さああのー、<laughs> 何, <laughs> あ何だよ イチロー選手がですね、<あー> <laughs> 今日う安打そうしました、あ,れあ,と何あと4本あ、4本か、すぐじゃないですか、すごいな、見出しに、イチローは先発出場すれば打つ、うん、2>, 2安打重ね、3000本安打へあと4本お<ー>ということで、すごい、通算ね、日米通算3000本安打ってことね。 そうですね。<ー>まあ、あの今季開幕前はね、出場、うん、機会等もあるし。そうそうまあ、年齢的なことが言われてて。もしかすると、できないんじゃないのとかっていう声もありましたけどね。一時期な、打てない時期もあったからな。うんうん、今季ね。うん、だけど、まあ、固め打ちだね。そうなるとね。いやー、本当すごいですね。順調にいけば、あと一試合、二試合ぐらいでは達成できそうな。うん ペースです、ねうん、だからレギュラーでどんどんまず使えばいいのにねそうなんですよねでもこの辺やっぱりこうチームの状況というか若手だったりとかうん、うん、その辺のやっぱりバランスもありますからねああそうかまあベテランならではのね立ち位置みたいなのもあるんでしょうなでも期待したいなあすごいですねやっぱねまあなのでもしかするとこう週末ぐらいにはうんまあ達成もねあるのかなというところですけどね、うん三千 やっったことあるのってなんかある自分で3,000、うん、まあ変な話365を10だったら10年ってことです、ね、まあ約10年続けてる毎日これはやってて3,000回はいってんじゃないかぐらいのあ<ー>そう考えるとなかなか出てこないでしょとかじゃないとかとか <laughs> <laughs> 腹立つなこの下鳴らすやつええこれ下鳴らすやつ3,000回やってるい,いるかもしれんけど いやーだったら俺ビビるやつだ本当に <laughs> 何やもんどんな学生時代やんばって言って車乗ってる時ああ <laughs> うかつくから <laughs> 腹立つ <laughs> なんだろう <laughs> どんな夏の過ごし方やがそれ <laughs> マジで <laughs> ええ <laughs> 俺ねあのー、聞こえないけど <laughs> <laughs> 向こう側の人 <laughs> ちらがうかつくか,から違 <laughs> 顔がバレてるからそれ <laughs> 絶対見るからなほんとね もう何かね本当事件に巻き込まれてほしいですなあなたは <laughs> 今年の夏は、えー、ルドルフさん、はいえー、モーリー先生大阪は暑いさということであ大阪からですか32度内地の方が気温は高かったりするからね、うん、夏場はねまたこう大阪とかもねい、うん、えば建物というかビルとかがまた高いさねうう、はい、うんうん、うん 地下鉄とかめっちゃ暑いはずな、うん、周りコンクリートでな<う>熱もこもるしな、うん、夜になっても気温があんまり下がらなかったりするんでしょなるほどその熱をこう,こう熱い熱をコンクリートが持っててあ<ー>、うん、じゃあずっとこれなんていうんだお互いこう反射しやってるんのかなどうしたんですか諸見親方が今黒のったんですね<笑><笑>そうか、まあ、大変ですね 3000回やったことなテーマ変わってきてるような気がしますけど僕コンビニ行ったらおにころ買うんですよ。えおにころをよく食べるんですよ。おにぎりとコロッケってことですかそうそうジューシーおにぎりが2つあってコロッケが1個ついてる200円ぐらいのやつあれってね僕らが高校生ぐらいの時に出始めたんですよ。おににころ学校帰り えーと那覇とかで遊んでる時に友達とよく食べてたんですよ、はい、その鬼ころとラーメンとかね、うん、いう感じで「鬼ころってお得だね」みたいなことから始まってたんですけど年間ね何個ぐらい食べてるんだろうなってよく思うわけ俺おーまあいえば平日というか、うん、学校とかがある時は常に食べてるみたいなしょっちゅう食べてたわけ大人になってからもよく食べてるわけ、うん、今もうんうん うん今週2回食べたんですよあそうそんなにうんうってことはですよ 1>、はい、えーまあ、1年50週として1週間で2個食ったら年間100個ぐらい食べてるんですよはいはいはい、はい、まあ単純計算でね、まあ、毎週食ってるわけじゃないからね<う>半分見ても50個ぐらいは食ってるわけですよ、うん、でそれ高校生の時から数えたらもう20年になるんですよ、うん、ってことは <laughs> 20 50 1000<千>個ハハハ0ハかハハハいやでも美味しいからなまたなまあ、ね、おにぎりにも手伸びるんだけどああだったらみたいなねああ変ななんか変な気持ちになるんすよ変な気持ちになるこっちでいいんじゃねえかみたいなね、うん、お腹いっぱいもなるしみたいな それをね、おにころ食べるとよく思い出す、思い出すんですよ。よく食べてるな、俺っつって。コロッケね。そうそう。おにころおいしそうに壊せたら、沖縄で僕の右に出るものはいないだろうなと思ってあ、そうですか。ええ。おにころの CM がもしあればよこの。あれば。はい。俺オーディション受ける。おお。じゃあこの辺の下りの話があったら、あなたに振りましょうね。あ、お手伝いさてください。テレビなんてもう全然出る気ないっすけど。 の c m がもしあれば、出るそうですか、練習もしてるから、もうすでに美味しさは伝えられるんじゃないかと、もう1000回練習してますから、言っても、すごいね、以上です、ぜひ頑張っていただきたいと思います。いや、これ、言ってたらね、何があるか分かりませんから、そうなんですよ、アウトプットが大事ですかアウトプット大事ですかそういうことです、そういうことです、そういうことです、さあ、そんなこんなでメールも止まっておりますけれども。 あの今日は、ね、テーマといい僕らのテンションといい参加しづらいと思いますよ、非常に「話はあっっっちちこてるしそうですね<ー>、えー、ポケモン GO」なんですけど、はい、アメリカなどで大ヒットとなる一方で、うん、熱中したプレイヤーが事故に遭ったり。 はい、えー、原発の敷地など立ち入り禁止区域に侵入したりするトラブルも後を絶たないということなんですね。で、今後ゲーム内容の見直しや規制を求める声が強まる可能性もあるってことですね。うん、えー、ポケモン go はスマホの位置情報機能を使いえー、画面を見ながら。 街の中に隠れているキャラクターを捕まえて遊ぶ、うん、えアメリカグーグルから独立したベンチャー企業ナイアンティックはえ2013年から位置情報を使った陣取りゲーム「イングレス」これはあの沖縄大会ということで台湾とかいろんな国から那覇に来たんですよ。なんか 一時期ちょっとよく名前聞いてたな、ね、イングレスって。で、それをこうやってて、うんえー、これが、まあ、ポケモン GO を共同で開発する、まあ、一つのベースになったと。へ<ー>まあ、なので、携帯を持ち歩きながら GPS 機能をオンにして、えー、画面の中ではポケ,メンポケモンの画面で,、うん、で、実際の街を僕らは歩くっていう、そういう仕組みなんですけどね、うん。よく考えられてるような気はするけど。だからね うんまあそうねもう、まあ、子供たちはたまらないんでしょうね。うん、まあでもどっかにね出かけたついでというか、うん、なんかそういうきっかけにもなるしね。うん いいかもわかりませんね。うん。何それ沖縄にしかいないポケモンとかもいるの。ああどんなかなこれね。うん。オキモンとかなんかそういうやついるの。いないでしょうね。あいない。<laughs> それはちょっといないわ <laughs> そのノリは違うと思います。嘘 <laughs> マジな。ポケモンファンからするとそれはもうすぐ抹殺ですね。<laughs> オキモンですとかない,ないわけ。ないと思います。オキモンゲットだぜ。ないないねい。ないか。オキあもういいですか <laughs> 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 もう。もう大丈夫ですか。 もう大丈夫ですね。ああすかまあでもしばらく続いていきそうですね、うん、これね。そうね。うん、ポケモンおっきもんっていうさ <laughs> ポケモン号ブームはちょっとし続きそうですねこの夏はね。いやまず大人をねぬうやがってなってますからねまず。そうね。 まあ携帯ゲームばっかりやるのはおじさんどうかと思いますけどね、うん、まあまあこれもまあ時代の一つなんでしょううん、うんまあまあまあ楽しんでいただければと思いますよあなたも、うん、僕もね <laughs> 早速「まがいもん」ダウンロードしてる今,今日大阪かに開かない可能性もありますからね一 <laughs> 日だけ乗りましたけどわかるやつさこの流行りもんにさ 話題じゃん今言っても、うんうん、どんなもんかなってネタ作りにね見てみることはよくあるんですよ僕もそうですよね、うん、<laughs> 明日やってるか分かんないですけどねあまあどっか遠くからあなたの声で「ゲットだぜ!」って聞こえる日が待ち遠しいですけどねわ <laughs>、うん、かりました三三丸あたりでねさあということでエンディングはですねもう懐かしいナンバー えー、クラスのナンバーで夏の日の1993この曲でお別れといきたいと思いますさあこの後放送夕方6時からははいえー、今週はですね<お> FM コザのスタッフがセレクションした,セレクションしたミュージックを 1>, <お>、えー、1時間お送りしたいと思います何流すんですかね今日何流そうかな1時間サザンオールスターズでも行ってみるかなおっ、ね、後きましたサザンで <laughs>、はい、多分ですねはい多分ね、はい、多分 ええー、まあ、7時からはサンサンズのアビブサカッティフラーデナイトの放送がありますので、こちらもぜひ聞いてみてください。ええー、アジクウターラジオ、この放送は、社会福祉法人人福祉会、道尾保育園、花風三里保育園の提供でお送りしました。週末金曜日、ここまでのお相手は DJ モーリーと、イラミナ正規でした。明日、エーサーナイト、東南植物楽園で7時30分からありますので、ぜひ皆さん、メンソレー